長淵軍は朝鮮民主主義人民共和国公会、南道に属する軍。西は公会に面する。北には、加える軍、松野木軍、東に参戦軍、苔穴田軍、南に、流園軍と隣接する。朝鮮王朝時代には、公会道に属し、長淵県が置かれた。1895年改修府、長淵軍となり、翌1896年に、公会道。 長渕軍となった。近代の長渕軍は、現在の流園軍、苔ダ軍を含んでいた。長渕軍大、救い面松川座とは、朝鮮で初めてプロテスタント教会が建設された場所として知られている。1952年、北朝鮮による行政区画の再編が行われ、現在の軍域が構成された。 1956年、航海未知の分割により、航海南道に属する。この節の出典一優一労働尺十九里から構成されている。1945年8月15日当時、航海道、長渕郡には一優十面が所属していた。日本の敗戦により、朝鮮が分割占領されると、38度線以内に存在した白面は、 米軍の占領下に入り、軽機動加滅軍に編入された。白島、大鎮太鳳、小鎮太は朝鮮戦争後も大韓民国の統治下に留まり、現在インチョン広域市加滅軍に所属している。1952年の北朝鮮の行政区画再編により、軍政南部の落闘面、龍縁面、大救い面、海安面が、龍縁軍、軍東南部の巻関面、 速達面、高南面がコケナダ軍として分離された。また、松野義軍の一部が編入されて、現在の長渕軍が構成された。ありがとうございます。